私の名前には暁の光という意味もあります。私を見て朝のように元気になりました。私の名前には暁の光という意味もあります。私を見て朝のように元気になりました。投稿ですか？あそこはいい場所ですよ。例えば、私のことをずっと見つめていても構いませんが、お仕事の方をおろそかにしてはいけませんよ。ていても構いませんが、お仕事の方をおろそかにしてはいけませんよ。指揮官さん、じっとしてて。今口元を。はい、お仕事頑張ってくださいね。指揮官さん、一緒にお花に水やりしませんか？指揮官さん、怒りますよ。もう本当に怒っちゃいますよ。指揮官さん、新しい任務の指令書が届きました。要点は花びらでマークしましたので、ご確認ください。受け取っていない任務報酬があったのでお持ちしました。新しいメールです。読み上げましょうか？お疲れ様です。ごゆっくりとお休みください。バラはどんな名前で呼んでも同じように甘く香ります。私もそう。オーロラでも暁の女神でも重慶でも私であることに変わりありません。はい、あなたのそばにいる私として。指揮官さん、私のことをじっと見つめても委託を忘れてはいけませんよ。
指揮官さん、新しい任務の指令書が届きました。あ、要点は花びらでマークしましたのでご確認ください。